赤き谷を覚えているか、ネメシス。死ね、死ね、死ね。貴様が私から全てを。お母様、お主、そこで何をしておる？わしの寝顔を盗み見るとはなあ。はあ、まったく。もそっと近寄れ。お主の姿をよく見せよ。じゃの、人間なればこれにも答えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。何、わしと同じとは。おかしな偶然もあったものじゃ。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。おい、そろそろ起きろ。またあの夢でも見てたか。お前の話を聞く限り、そんな奴には会ったことはねえんだがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。余計なこと考えてると早死にするぞ。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。ジェラルトさん、すまんが来てもらっていいか。どうした？突然申し訳ありません。こんな時間にガキどもが揃って何の用だ？実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。村の外に人影。かなりの大所帯だ。来やがったか。たく、ガキどもはともかく、この村を見捨てるわけにはいかねえ。
おい、行くぞ。用意はいいな。村が巻き添え食わないようにさっさと片付けちまうぞ。まずは手前にいる連中を始末して敵の出花をくじいてやれ。ぼちぼち動くか。いやー、悪い悪い。あ、こんな偏僻な。私の力見せてあげる。あなた傭兵だと。切り込むか。ありがとう。おかげで助かって。すまないが力を貸してほしい。敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。この経験は糧になる。よし、それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。どうかしら。
けられないからな。いい機会だ。俺が教えてやった戦技。賞賛はあったよ。近くに味方がいるときに攻撃すると、異物にも矜持はあるんでね。無表情に剣を振りやがって俺の邪魔をするんじゃねえ。うまい。一歩前。勝負あったら。まだ道は長い。期待通りの結果だな。
主、あぬし、あぬし、気をつけよ。わしを殺める気か、しれものめ。いや、よい。お主ごときには、己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったく。わしがお主を導いてやらねば、なあ。わしの名はソティス。始まりのもの、と呼ばれておる。ソティス。ソティス。確かにわしは、ソティスじゃ。それに、始まりのものか。一体誰にそう呼ばれておったのか。何？わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告は、するりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は。おぬが名前すらわからぬわらしと思うたか。ふん、ならばそのわらしに命を助けら。おお、偉そうに。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって。わしがとっさに時を止めたからよいものの、あのままでは死んでおったぞ。そう、素直に感謝すればよいのじゃ。わしも助けん。しかしとっさとはいえ、よう時を止められ。再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬ。当たり前じゃ。はぁ、一体どうすればよいのかの。えい、そのようなことができてたま。そうか、止めた時を巻き戻せばよいのじゃな。うん、巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて己が答えを見出せ。お前、今何か。セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。え？おい、盗賊が逃げていくではないか。さて、酋長たちも無事のようだな。おっと、面倒な奴が来ちまった。